国際情勢に関心を持たれている方々なら詳しいかもしれませんが、ここ数年、安倍元総理は引退したとはいえ、在任中と変わらぬ活躍ぶりを見せていました。まず、彼の政治的遺産についてですが、人々がどのように関心を持っているかというと、安倍氏は日本では比較的保守派であった上、長年にわたり、日本の政治の混乱の中で安定した役割を果たしたからです。次に、話題のアベノミクスでも、日本の経済に大いに貢献しました。 日本が経済的に立ち直らないと、軍事と外交を発展させたり、北朝鮮や中共と対抗したりすることはできません。だから在任中は日本の自衛隊に多大な功績を残しました。実際、安倍氏に反対している日本人や、日本の軍国主義の復活を心配する人は、納得できないかもしれません。 ところが、国際秩序を意図的に崩壊させている国々を見ると、安倍氏の努力は賜物であり、実は大きな安定効果があるということがわかります。彼の対中政策は、おそらく多くの中国人に批判されているでしょうが、実際には、賢人から見ると、彼の対中政策は、一見タフに見えるが、現実的な面も失ってはいませんでした。言い換えると、安倍氏は中共に、私たちには自分のポリシーがあると揺るぎない姿勢を示しました。 しかし、同時に中国との関係改善にも努めていました。納得していない人もいるけれども、中共のトップがある程度理解しているのは事実です。中共のトップは安倍氏のことをあまり批判していませんが、一般の方々の反応は非常に激しかったのです。実際に国民が安倍氏が何をしたのか、よく知っていると言っていましたが、実はそういうことではありません。日本が嫌いだから、日本で大物が死んだから喜ぶと思っているだけです。 それが彼らの論理です。もちろん、安倍氏は国際社会において、人々がより確信を持っているのは、例えば、アメリカの中共に対する考え方を比較的大きく変えるよう促しました。もちろん、トランプ前大統領は自分でも分かってると言っていますが、安倍氏との会談でより明確になりました。もう一つは、クアッドです。これは、アジアにも国際情勢にも、どちらもある程度安定させる効果がありました。だからこそ、これだけ多くの人に好かれています。 今、みんなが気になるのは、安倍氏の政挙は、国際情勢に何か変化はあるのか、どうかということですが、正直に言いますと、影響はあるが、それほど大きな変化はないと思います。今、私たちはより大きな問題に目を向けるべきです。まず、中共の国際社会と国際秩序への挑戦は、安倍氏の政挙にさほど影響されていません。第二に、中共の普遍的価値観への反発と挑戦も、安倍氏がなくなっても変わりません。 そして第3に、アメリカが数年前から書面に表した確実な証拠がありますが、中国の政治、経済、外交、軍事、技術など、いろいろな分野から国際秩序に挑戦して、国際的な現状を崩壊し、これも相変わらず変わりません。アメリカは、中共のこれらの行為のせいで、アメリカの国家安全保障に影響をもたらせられたと考えています。これも安倍氏が亡くなっても変わりません。 従いまして、安倍氏が亡くなっても、これらのことは大して変わりません。本当に大切なのは、中共の行動が変わったかどうかを見るべきですが、今の中共の行動を見ると、安倍氏が亡くなったからといって、変わることはありません。従って、おそらくこれらのことは変わりそうもありません。さらにより具体的なことを見てみましょう。 例えば、ロシアとウクライナの戦争や、コロナによるグローバルサプライチェーンとフードチェーンへの影響や、インフレの問題などなど、これらの問題はすべて、安倍氏の政挙とあまり関係がないので、国際情勢に与える影響はあまり大きくはありません。私たちが本当に心配しているのは、安倍氏の政挙は、日本の国内政治情勢と外交政策に影響を与えるかどうかということです。その日の午後、私は友人からのメッセージでこのニュースを知りました。 最初に感じたのは、安倍氏が選挙の応援に行ったその候補者は当選するだろうと思いました。今回の安倍首相暗殺事件は、不幸な出来事ではありますが、日本の連立与党の選挙に悪いニュースばかりでもないかもしれません。だから、安倍氏の暗殺事件で会見が推進されれば。さて、問題はどれだけのスピードで、どこまで推し進めるのか、これらはすべて中共が懸念していることです。 だから、中共は今、会見したらどうなるのか、基本的にこの点を重視しています。2番目に見るべきポイントは、日本がおうす、米英豪安全保障協力の参加を、明示や加速させるかどうかも、中共は非常に心配しているでしょう。3つ目は、先ほどお話ししましたクアッドです。クアッドはあくまでも、日米合意の首脳の対話の場であり、ある枠組みであって、物理的なものではありません。 クアッドを推進させるるためにははまずは実体化すすことですつまり単なる対話の枠組みだけではなく協力などに関する具体的な協定を結ぶなどがあるはずですもう一つは軍事化するかどうかともし軍事化したらその後さらに拡張されるかどうかです軍事化と拡張化は私たちがクアッドの将来的な方向性について注目しなければならないことですそれから日体関係と日中関係のもつれですが 今回、日本は私たちの来世と服装等を個人的な立場で日本に弔問させてくださって、これも画期的なことです。これは30年代、台湾と日本の関係における大きな進歩となりました。今、不思議に思ったのは、中共の反応は比較的弱かったことです。 そして岸田首相のこの動きは、何か影響があるかというと、実際、まず、日本の右翼に私は変わらない、そして、もっと前に進むかもしれないと伝えているようです。次にアメリカにも、中共にも、台湾にも、安倍路線を継承すると伝えているように解釈されています。先ほど、中共はどうして切れていなかったかという話をしましたが、我々が知っている中共でしたら、きっともう反発するに違いありません。 台湾にににもも日本にも同時に反発するでしょう。しかし今回はそこでもなかったが意外と静かです過去なら中共のやり方だとすぐ切れて反発必至ですそして中国国内の学生たちはデモして抗議したり日本大使館やあちこちを襲撃していろいろトラブルを起こしたりしますですが今回はどうでもありませんでしたそしてネットで見た情報だとむしろ徐々に冷え込んできています ネット上の情報は拡大させるのではなく、徐々に冷えていって、とても不思議なことです。なぜこうなるかと、以下のように推測します。第20回党大会を控える習近平主席は今、おそらく、余計なことをするより、物事を控えめにする方が良いと考えているかもしれません。なぜなら、この件が大問題になったら、直接的に影響を受けるのは習主席でしょう。 反日感情と反台湾感情はこんなにも強くて、どのように対処すればいいのでしょうか。抑え込んだら手遅れになります。だったら、さっさと終わらせれば、つまり、政府から抑え込み始めて、徐々に消滅させていって、一度消滅したら、第20回党大会の課題にはなりません。しかし、冷却されたニュースとはいえ、何の動きもないとは限りません。次の2つのことを行うだろうと推測しています。 まずは直接的に台湾への圧力を強めるか何かの懲罰的な措置まで取るかもしれません日本には第20回と大会後ほぼ一段落した後何をするかを考えるかもしれないと推測します私たちの番組を気に入っていただけましたらコメントを残しいいねを押して通知ベルをオンにするようご協力をお願いいたします長くご支持いただきありがとうございました引き続き高い品質の動画を制作していきます